こんにちは、兄です。今日の動画はフュージョンファイトウルトラディメンション第1弾のおかわり動画です。100回1万円分回したんだけど、もっとやりたくなっちゃってまた回してきました。で、今ここに並んでるのは最初の100回の時に出たレアカードで、ウルトラレアが2枚、キャンペーンカードが4枚、ディメンションレアが5枚ということで、足りてないのはウルトラレアが6枚、キャンペーンが3枚、ディメンションレアが3枚かな。で、あとスーパーレアだったかな、 SR が1枚、13番がなかったので、まあ、それが引ければいいかなという感じでございます。それではね、見ていきましょう。まずは半分に割ります。こんぐらいかな。で、よっと、1枚目はマックスのノーマルでございます。で、僕ね、レアカードっていうかウルトラレアの場所はなんとなく覚えてるのよ。取った時に、あ、ウルトラレア出たってなったんで、実はね、ぴょんと次2枚目でね、ウルトラレアが出たんですよ。ミクラスでございます。やっだね、アギラ持ってるので、これでカプセル怪獣2匹目、だからウィンダムが出れば、まあ、カプセル怪獣がね3匹揃うという感じでございます。もうどんどん行こうか。次、はい、アギラノーマル、タイタスノーマル、デッカーノーマル、オーウネクサスのキャンペーン、やったね、持ってないやつ来た。次、これはオーブのサンダーストリームノーマル、ロッソアクアのノーマル、タルタロスのノーレアか、レア、フーマのノーマル、マックスのノーマル、ゼロのスーパーレア、これは持ってるね。スーパーレアは13番がなかったから、それが出れば、スーパーレア揃うと。次、これはなんだ、ガイア V2 のノーマル。いや、もうほんとね、老眼でね、わかんねえんだよね。次、コスモスのスーパーレア、これは持ってたね。次、ジードのダンディットトゥルースノーマル、光ノーマル、ミクラスノーマル、おお、来たー、ディメンションレアのアグル V2、 よし。ディメンションレアは残すところあと2枚かな。デッカーとゼロだと思う。おお、ビクトリー、ビクトリーは持ってる。次、グドン、次がオーブのゼペリオンソルジェントノーマル。次、スーパーレアだよね、スーパーレアのエレキング。次、ガイア V2 ノーマル、ブルーフレームノーマル、ファイブキングレアかな。次がジードトライスラッガーノーマル。次、ダイナノーマル。次、おー、来たー、ティガーのキャンペーンでございます。キャンペーンカード、これで残すはなんだ、マックスだけか。次、タイガーのノーマル、アギラのノーマル、ダイガのノーマル、ジャスティスのレア、スーパーレアの13番引いてないのか、なんか不安になってきたな。次、ベリアルノーマル、ノーマルレアもういっか、そこら辺は。ツインテールノーマル、こっちがちっちゃくて分かんねえよ。スーパーレアデッカ、トリガーのノーマル、ジードトライスラッガーノーマル、オーブのキャンペーンじゃない、ディメンションレア、これは持ってる。マックスでマックス、次、ロッソアクア、アギラ、ネクサスジュネッス、オーブサンダーストリーム、タルタロス、おお、来たー、やったー、ゼロのディメンションレアでございます。ゼロ引いてたんだ、全然わかんなかった。これで残すはデッカーだけだ。次、オーブ、ゼペリオンソルジェント、ウルトラマン X、スーパーレア、あ、13番、やった、やった、
これでスーパーレア揃ったコンプリートでございます。なんかこんな柄あったような気がするけど気のせいか。次ミクラス、次マックス、次ウィンダム、デッカー、次ネクサスジュネス、次トリガーパワータイプ、次おお出るとね、連チャンして出るんだね。スーパーレアの13番2枚目でございます。という感じで前半戦終わって、出てないのはまあウルトラレアを置いといて、ディメンションレアのデッカー、あとキャンペーン何が出てなかったっけ、マックスキャンペーンのマックスだ。次っていうか後半戦いきますよっと。後半戦の一発目はガイア V2、 次デッカー、ゼロのスーパーレア、次光の ノーマルかな、レアか、次アグル、次ジードランディットトゥルース、次フーマ、次ファイブキング。ファイブキングかっけえな。ファイブキングちょっとフュージョンファイトで使ってみたい。次アーグル V2 ディメンションレア、これか。次ジードランディダンディットストルース、これいっぱい出るね。次デッカー、次リブット、次ミクラス、次エクシデックスベータスパークアーマー、あとこんだけか。次ウィンダム、そろそろすごいの来そうなんだけどな。次ティガ、次よっしゃ来たー、これですよ、ウルトラマンノアでございます。ビッカビカのめっちゃかっこいい、もうねこれが欲しかったんだよね、一番かっこいいな、やったね。次行きましょう。次ビクトリー、次ダイナ、次あデッカー、デッカーだよね、デッカーのディメンションレア、よっしゃ引いてたわ。これでディメンションレアは全部揃ったね。あとはキャンペーンのマックスか。次よっとトリガースカイタイプ、次 Z アルファ H スーパーレア、次フーマ、次タイタス、次ツインテール、次ビクトリー、次ギンガ、次よいしょグドン、このグドンもよく引くね。次エレキングスーパーレア、次アギラ、次フーマ、次アグル V2、 次おディメンションレアのゼロ、これ2枚目、次リブット、次ギンガ、次タイガ、次トリガーパワータイプ、次おお引いてた、よかった。マックスのキャンペーンでございます。これでキャンペーンカードとディメンションレアコンプだね、スーパーレアもコンプで、いやもうほぼほぼ揃ったって言っていいんじゃないかな。いやよかった。まああとねキャンペーンのコスモスで、あのくしゃくしゃのコスモスをなんとかしたいから、キャンペーンのコスモス引きて、次ティガ、次デッカ、次ツインテール、次コスモスなんだけどスーパーレアか、次ウルトラマンティガ、次ウルトラマンベリアル、次ウルトラマントリガースカイタイプ、以上でございます。で以上なんですけども、これね1万円分じゃないんですよ、98枚なの、200円
余って、カード切れになったのね。だから僕が最初にやってから2回誰かがやったんだろうね。でその後僕が同じ台を引き続きやっていって、それで全部空にしたと。で1万円分ねやってないから、なんかちょっとキレが悪いなと思ってカード交換をお願いしたんですよ。カード交換をお願いしたらですね、1つのパックを2つに割ってセットしたのね。でなんかこれはチャンスなんじゃないかっていう気がして、おかわりをしてきました。じゃんと。